はいどうもこんにちは Facebook 広告の今日広告という話をしていきますスモールビジネス特化の学びはこの部早野大島です今日はね Facebook 広告っていろいろ構造があるという話で、まあ、キャンペーンとか広告セットの話も別のね動画でしてるんですがその概念の中で広告という部分ですねこれは視聴者ユーザーの目に触れる部分 というところで、キャンペーンとか広告セットって目に見えないですけども、広告は見えるんだよというようですね。でキャンペーン、広告セット、広告という,うに、こんな基本構造になっています。いろいろ難しいことあるんですけども、この構造でしっかり覚えてしまってください。この構造さえね、頭に入っていれば問題ないので、この構造の絵,の絵面で覚えてください。で、今日やるのは水色の部分、広告というところです。広告というところですね。よろしいですかね広告はどういうものかというと、 ユーザーに見える部分なんですよね。こちらの広告セットとかキャンペーンというのは見えないわけですけれども、この広告というのはユーザーに見える部分なんですね。で、見える部分どういうものかというと画像とテキストです。まあ、これだけ覚えてください。画像と、まあ、テキストというのは見出しとか広告文のことです。広告画像と広告のテキストですね。ここがポイントになってきますよということですね。で、まあ、ユーザーに見える部分ですから、Facebook のフィードを見てるとね、まあ、画像が表示されるわけですよね。 そこでいかに、ねこう目,を止ま、目を止めてもらってクリックしてもらえるかがポイントだと思いますのでしっかりここで目を止めてもらうためにこの広告という部分です、ね、をしっかり作り込んで,です、ね、クリック率っていうのをまず高めていってください。